皆さんこんにちは。2021年、コロナ禍で開催されたマスターズは松山英樹さんのアジア勢初優勝という快挙で幕を閉じました。しかし一方で同じアジア勢が違う話題でメディアに取り上げられてしまう行為がありました。2021年4月、現地時間9日のマスターズ2日目、米ツアー3勝を誇るキム・シウは14番で3パットしてしまったため、持っていたパターを地面にドスンと突き刺すように叩きました。これでパターは破壊されてしまったのです。これ以降キム・シウはパットを3番ウッドでプレーする羽目になりました。自業自得といえばそれまでなのですが、その後が大変でした。この映像が流れると SNS ではキム・シウに対する非難が殺到したのです。子供たちへの悪い例、恥ずかしいなど厳しいコメントが相次ぐ事態となりました。ゴルフは紳士のスポーツというのは常識で、わざわざ言うまでもなくイロハの美です。もちろん多くのゴルファーはルールはもちろんマナーやモラルを守りゴルフを楽しんでいることと思います。しかしゴルフはプレーそのものが難しいスポーツの一つで、うまくプレーできずストレスがたまることの方がほとんどです。アマチュアゴルファーならよくご存知のはずと思います。しかもイライラすることは100も承知で試合に臨んでいるはずであり、いくつもの試合をこなしてきたゴルファーならなおさらです。当然ツアーでプレーするプロもミスはするものです。しかも一打一打に生活がかかっており、その重みはアマチュアの面々とは違うはずで、時に感情的になりキム・シウのような行為に及ぶこともあります。近々では現地4月18日まで開催されていた米ツアー RBC ヘリテージでの出来事です。2日目の最終ホールをプレーしていたカン・スンフンは約2メートルのパーパットを外すと、そのままパターを放り投げて1回転させたと思ったら、落ちてきたパターを左足でキック、蹴られたパターはそのままグリーンサイドのブッシュまで飛んでしまい、自ら取りに行く集体を見せてしまいました。この行為に米メディアは、おっとそれはドロップキックだとし、記事の書き出しを、カン・スンフンのパットは1メートルオーバーでパターは5メートルオーバーで始めるなど皮肉混じりに非難しました。紳士のスポーツとは真逆をいく行動をとってしまいました。カン・スンフンはそれまで3連続バーディだっただけに、その日のラウンドの締めくくりがボギーとなったことで切れたのだと思われますが、これはいただけない行為だったことは間違いありません。切れるといえばセルヒオ・ガルシアを語らないわけにはいかないでしょう。10代から世界の舞台で活躍し、当時から感情むき出しのプレーで人気を集めていましたが、近年は大人になったせいか落ち着いてプレーしていましたが、それでもブチ切れしたシーンがありました。2019年欧州ツアーのサウジインターナショナルでセルヒオ・ガルシアは故意にグリーンを最低5回傷つけたとして3日目に失格となりましたが、その前日の愚行も問題でした。 X に投稿された動画はセルヒオ・ガルシアがバンカーで切れまくっているシーンでした。4番パー5でグリーン手前のバンカーに捕まるとバンカーショットが寄らずプツン、ウェッジをバンカーに1回2回3回と叩きつけ、最後は砂を足で蹴り上げたのです。短期で知られるセルヒオ・ガルシアは2011年のタイゴルフ選手権でティーショットをミスするとそのままクラブを推定数十ヤード放り投げ、クラブをイケポチャさせたこともありました。そしてルーキーシーズンにはミスショットで怒り心頭になるとなぜかシューズを脱ぎ投げ捨てたこともあります。また2007年にはカップに向かって唾を吐き、とにかくセルヒオ・ガルシアはツアーナンバーワンのキレキャラで有名です。メジャー4勝でもキレるプロはいます。ロリー・マキロイは ZOZO チャンピオンシップ初日の最終ホールでティーショットを右に曲げると第2打でフェアウェイに戻しました。そしてグリーンまで140ヤードを残した第3打を右のラフに打ち込むと歩きながらクラブを破壊したのです。シャフトを自ら真っ2つに折り、そのホールをボギーとしてホールアウトしました。一見温厚そうに見えるロリー・マキロイですが、クラブを池に投げ捨てた過去もあるなど
切れているのはショットだけではない様子です。ロリー・マキロイに憧れているジュニアたちのためにも、こうした行為はほどほどにしておいた方が良いでしょう。温厚キャラのブチギレといえば、最後にブライアン・ワッツ・ベーの行為を紹介しておきます。ブライアン・ワッツは1990年代を中心に国内ツアーで活躍し、1998年の全英オープンでは単独2位となったプロですが、そんなブライアン・ワッツにも信じがたい愚行がありました。事件が起きたのは、メジャー制覇まであと一歩に迫った全英オープンと同じ年に開催されたフジサンケイクラシックでの出来事です。2日目13番のグリーン近くまで進むと、ブライアン・ワッツはなぜかそこから海に向かって故意にショットし OB を食らいます。目を疑うようなプレーに対して、ゴルフの理念に反する行為とツアーでも大きな話題となりました。ブライアン・ワッツはそこまでにオーバーでしたが、この13番をトリプルボギーとすると、続く14番でボギー、15番はダブルボギーとし、8オーバーでホールアウトしました。どんな衝動に駆られたのかは不明ですが、カップを目指すのではなく自ら海に打ち込むなど前代未聞の集大と言えるでしょう。一方、韓国ゴルフ界で起きた騒動に目を向けてみたいと思います。韓国ゴルフ界で起きた騒動に米メディアも辛辣でした。韓国プロゴルフ協会は2019年10月1日、観客に向けて中指を立てたとして、男子のキム・ビオに3年間の出場停止処分と罰金を科すことを決定しました。キム・ビオの問題行動に対し、米専門放送局ゴルフチャンネルは公式サイトで卑劣なジェスチャーと報じ、公式ツイッターにも画像付きで投稿しています。同年9月29日に行われた D ギガバイト金融グループボルビックテグ京北オープン最終日、キム・ビオが16番でまさかの行動を起こしてしまいました。第1打でドライバーを振り抜こうとした時、ティーグラウンドの横から携帯カメラのシャッター音が鳴ったのです。そのままボールを打ったキム・ビオでしたが、驚いたようにスイング途中で右手を離し、バランスを崩したのです。まさかの行動に出たのはこの直後でした。怒りの表情のまま音の鳴った方向を見ると、右手で中指を立てたのです。プレーを邪魔されて納得がいかないのか、首をひねりクラブを地面に叩きつけました。周囲のギャラリーには子供の姿もあります。紳士のスポーツであってはならない光景でした。キム・ビオは白星を手にしたものの、韓国プロゴルフ協会は1日にキムの3年間出場停止を発表しました。さらに8350ドルの罰金を課し、同ツアーは声明文の中でキムはしきたりを破り、不適切な振る舞いによりゴルファーの威厳を損なったと述べていました。韓国トップを走るゴルファーが起こした問題行動。一方でゴルフチャンネル記者のライアン・ラブナーは、キム・ビオの動画とともに自身のツイッターに、ギャラリーのバカ者は追い出されるべきと投稿しました。観戦マナーを守らなかったギャラリーに対しても批判したのです。ゴルフチャンネルの公式ツイッターのコメント欄には、中指を立てて3年これは理不尽で過剰反応、アスリートも人間だしミスはすると処分の重さに疑問を持つファンもいるようです。真摯なスポーツの行為を逸脱したとはいえ、ギャラリーにもそれなりのマナーの遵守は徹底させるべきでしょう。29歳でプロ通算6勝のキム・ビオは2011年に米ツアーにも出場しています。報道陣のテレビカメラの前でひざまずき、涙をこらえながら自身の振る舞いを謝罪しました。今季韓国ツアーの賞金王争いでトップを走り、年間最優秀選手を決めるポイントランキングでも首位、自身のキャリアに泥を塗ってしまったようです。さて、現在日本へゴルフをプレーしにやってくる外国人のゴルファーが増えています。その中でも最も多いのが韓国人ゴルファーです。不況が影響し、一時期よりはその数は落ち着きましたが、それでも年間10万人以上が日本にゴルフ旅行へ来るのだそうです。しかし韓国人ゴルファーについて聞いてみると、時間通りにスタートしない、大声でしゃべる、バンカーを鳴らさないなど否定的な意見ばかりが目立ちます。なぜなのでしょうか。韓国のゴルフスタイルを知ってみるとその答えが出てくるかもしれません。韓国国内のゴルフ場の数は
現在約500です。ちなみに日本国内は約2400です。ここ数年急激に増設されてはいますが、まだ数は少ないと言っていいでしょう。そのため料金も高く、富裕層がするスポーツとしての意味合いが日本以上に高いのです。至れり尽くせりでゴルフしていますので、プレー以外は人任せです。スコアをつけるのも、バンカーを鳴らすのも、ティーを刺すのも、ボールを拾うのも、みんなキャディがしてくれるのだそうです。キャディが複数目つけばそれも可能ですが、日本ではそうはいきません。まずこの点でギャップが生じます。本人たちにしてみれば、なぜやってくれないのというところでしょうか。日本ではスタート時間近くになると自然とティーグランドに集合します。しかし韓国ではティーグランドで待っていても来てくれません。あくまでもスタート時間はおおよそであって、準備ができていればそれよりも早い時間でもスタートしますし、間に合わなければスタートしないだけなのです。日本では決められた順番通りにスタートすることが当たり前なのですが、韓国ではプレイヤーの準備ができた順なのです。韓国でもゴルフ場はもちろん時間を決めてスタート時間を設定するのですが、日本のように遵守されていないといいます。合理的なような気もしますが、日本人にとってはちょっとイライラする行動となるでしょう。日本でプレーする韓国人ゴルファーはたくさんの食べ物を持参してコースへやってきます。お菓子や果物、干物やチョコレート、パンやコーヒーと、まるでピクニックです。ただこれはあくまでもおしなべてであり、韓国のゴルファーにもアスリートのような方もいらっしゃいます。さらには日本のゴルフスタイルを理解し、それを守ろうとして行動されている方もたくさんいらっしゃることはお伝えしたいと思います。いかがだったでしょうか。今回はゴルファーのマナーについて見てきました。いつも想像を絶するプレッシャーの中でプレーしているプロも人間です。イライラが募ったりすれば、物や周囲に当たりたくなることもあることは十分想像できます。それでもロールモデルとなるべきプロアスリートとして、今回ご紹介したような行為は言語道断と言わざるを得ません。そして彼らのプレーをお手本にしつつも、こうした行為を反面教師とするべきなのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。